令和で唯一ポケモン配信は専用オープニングを発注しないと気が済まない絵の描ける VTuber 伊藤ライフです。わー、みんな見た？可愛いかろ。可愛すぎて涙出た。僕と一緒。最初見た時僕もほろっときたもん。良すぎるよな、あんなのよ。じゃあ、風呂さんの線いきまーす。風呂さんの。はい。あ、これか！わーい！わー、なんか、思った以上リアルな放物線。わー、危ねえ！バカ！バカ誰が！どこに向けて撃ってんねん！なるわ。地上3階ぐらいの壁になる。需要ないで、そんなこったら。そっか、チェレンもこれ体験済みなんか一緒に来てるってことは、チェレンも壁に食べてる。ああ、それは需要を感じる。だーい。結構な怪我するってこんなん。まあでもおっぱいあるし大丈夫だよ。なんかビタカシャンみたいな。おお、至近距離いきます。かわいい。ポーズがええ。見孫ことなきデカさやんか、あんなん。あなたってすごいポケモントレーナーなのね。久しぶりに本気でポケモン勝負できて、私もポケモンも幸せ。僕も幸せです。遠慮なしに持っていいからな。おお、イケメンだ。分かり合うためといいトレーナー勝負で。あ、ちょっと早いって、早いって。エンジンかかるの早いって、ウーさん。ワンターン、ツーターンあるやん。ポエムモードに入んのって。逃がしてやりてえな。君のポケモンと話をさせてもらうよ。ええー、チビ知らずだね。ライフがどんなトレーナーか教えてよ。あ、まずい。まずい。まずい。シラクス君、ライフ先生優しいよな。海苔を巻いたお米の上に置いたりしてへんよな。なあ、シラクス君。それにしてもこのシビシラス、なぜだか君を信じている。ほら、食べないっていうこと分かってくれた。食べようとしてました。してないです。あーけない。すいませんで。というアーカイブは見ないでください。その結果、君たちのようにお互いに向き合っているポケモンとトレーナーを引き裂くことになるのは、少し胸が痛むけどね。コラテラルってますね、これは。どこ行くねん、どこ行くねん。ちょっと待って。言いたいことだけ言って帰りよったあいつ。出待ちまでして言いたいこと言って帰ってくって。だってあの寒空の下、それなりにこう凍えながら待ってたんでしょ。 N 君マフラー編んで、カシミヤのマフラー編んでやりて。ネジ山だ。何？待て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 。ふざけんな。バカ野郎。勘弁してくれ。わー、なるほど。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ本日1戦目よろしくお願いします。クマシュン。クマシュン、いつも鼻水を垂らしている。鼻水をすすって技を出す。鼻水が技の元なのだ。はあ、なるほど。風邪ひいてんの。シュンっていうことはこれくしゃみ、プシュンみたいなこと。鼻水垂らしたクマなんでしょうね。そうなるとクマシュンの4ヒントこちらです。せーの、ほい。ズルズル。あーあーあああ、垂れ下がっててそこそこ出てんな。これ天地明察、クマシュンは鼻水出っ放しのポケモンです。わあ。んでんでんでにゃんで。え、待って、挽回坂島横島天地明察、クマシュンは白クマのポケモンです。わあ。氷タイプのジムでヒグマカラーは出ません。真っ白なクマちゃんです。はい。クマシュンはさ、君さ、風邪ひいてんの？あんま体調良くないんかな？おめめこれでいきますか。クマの鼻は逆三角で描くとそれっぽい。これぐらい出てるでしょ。で、お口が出てるわ。さて、白クマというのは普通のヒグマとはね、ちょっとね、体型が違うんですよね。まず耳小さめ。まあクマはそもそも耳小さいですけどね。はい、白クマの特徴、首が長い。ニューンと長い。ベルクマンの法則というものがあります。寒冷地に行くと体でかくなるんですよね。色入ります。色はほとんど白に、まあこういう感じの色でしょうね。ピンクで、考えること少ない。ええん、こんなサービス問題。爪歩くない君、どう？足もね、前方向に向いて5本指なんですね。いやー、お絵描きが得意って素晴らしいな。ええやん、ええやんか。できちゃったクマシュン。ちょっとお顔のセンスやな。あとはな、ライフ先生の。完成しました。伊藤ライフが考えるクマシュンでございまーす。
そこには体のでっかい脂肪は蓄えてるけど、それでも風邪をひいてしまう。鼻水を垂らしたクマシュンが来てくれました。おいでクマシュン。ちっちゃちっちゃいどこまでズルズルになってんねんな。コグマコグマおい、ごハックションって言うな。性ハックションや。あー、目がキュルキュルしてる。かわいいなクマシュン。僕のクマシュンもそんなに悪い感じじゃないけど、ただでかい。ええぞええぞ。フリージオ、希望の花。知らんよな。フリージオ、雪雲の中で生まれた氷の結晶でできた鎖で獲物を捕まえる。あ、わかった、思い出した。天地明察、フリージオは六角形結晶型のポケモンでーす。わー、これは、特殊ルール発動でございます。フリージオは、見てるわけではないんですが、似たポケモンを描いた記憶はあります。これです。六角形の結晶型のポケモンにしたんですよね。レジアイスを。で、これ描いた時に、ライフ先生、結晶型のポケモンは未来にいるよっていうことを聞いててですね。つまり、六角形の結晶型のポケモンということは確定なんで、こちらは発展勝負とさせていただきます。じゃあ、鎖で獲物を捕まえる。結晶で鎖？どういうこと？お手手があるってこと？なんか、どれくらい変化してんねや、僕の書いたレジアイスと。垂れ下がってる何かがあるってことか。というわけで、フリージオ、僕もうほんと何もわかりませんので、これ以上は。擬音で助けてもらうしかありません。皆様、お願いします。先に言わせて、結晶なことはわかってる僕。つまり、結晶以外で僕にヒントをくれ。頼んだ。何が困ってるってこいつ、顔があんの？結晶書くのはええけど、なんかそれ以外の情報は意外とないのよ。多分浮いてて、ドーミナーみたいな形だと思うねんで。はい、じゃあいきます。フリージオの擬音ヒント、こちらになりました。はい、せーの。ニコニコ動画？ニコニコ動画。え、笑とんの？フリージオ笑ってんの？つまり顔があるんや。これはいいやんか。ナイスパスじゃん、これ。ひょっとしてニコニコ。今回何も天地明察できませんので、書きながら考えていきたいと思います。ニコ、これをどうやれと。あ、でも直線しかないんですよね、氷の結晶っていうのは。だからこういう顔があるってこと。鎖どここれがどこに入るんやろうね。あー、待って、ニコニコの人ありがとうかもしれんけど、つまりこういうパーツをいっぱい使って六角形を形なんかこう構成していくみたいな感じ。はい、大人の戦い方します。対象定規を使います。で、線の本数を6にして、こうで、違うな、こうだ。で、顔が真ん中にあるということは、だ、真ん中にそれなりに平たいゾーンがある気がする。鎖、あ、待てよ、捕まえるということはなんか こんな感じに出てんのかな。三つ編み全部にいる？だって六本でなるやろ、そうしたら。多分これ全部じゃないよな。六本なんかジャラジャラしながら回転するっていうのはなんか、あー、見たことあるわ。タメオジの鎖釜トライグルで見たことあるわ。あれも日本やった気がする。技を借りるぜ、タメオジ。鎖は日本で行こう。一応辻褄合うか。さあ、こんな感じかな、一応。あわあわあ、これぐらいサイドが高くてもよろしい。で、目が目立たせるか、白にしようかな。あぶら、ちょっと考えさせて。あー、難しいあ、正解がねえわ、これ。何で行くっていう正解がないので、これ何やってもわかんねえわ色がもうちょっとあれかな、シアンじゃなくて、こういう感じで言うのかな。こういう感じもええかなという。目が目立たねえ。うわ、似合う。赤はない、グレーはない、茶色は絶対ないでしょ。ありそう、黄色が一番ありそう。絶対黄色一番ある。でも氷タイプでどうやったっけな。あとは普通に、あ、薄めの、あー、これもあるね。っていうことは白の部分、これいっそこうか。さあ、どうですかね。あー、初期案もやっぱいいね。どっちだ、迷ったら初期案やな、これ。あ、こ、あー、もう根拠がね。だからちょっと、あ、ちょっと待てよ。ということは、
重ねて中間色をどう。わからんかったらこれでいいんじゃないの。やっぱこういう苦手な時は過去に学びましょう。ライフ先生、いや自分が出せる答えこれやわ。いいね、伊藤ライフが考えるフリー上でございます。わー、雪の結晶で2本腕のついたフリージオが冷凍ビームをライフ先生に届けてくれました。おいでフリージオ。似てる、ニコニコの要素合ってる。ただヒゲ、あ、鎖ってそこか。あ、目自体は多分球体なんや。あれヨマールと一緒。なるほどね、ありがとうレジミルク。いやレジアイス、お前のおかげで助かったぜ。フリージオゲットでございます。ありがとうございます。トライジオ。ジャンプ力ですかねが、ぶつかった後に発生するやつやんけ。お、命は目がオレンジ色です。へえ、危な、最初一回黄色にしたな。でもね、青と黄色とか青とオレンジで合うねんな。うわ、色ちっかい。かすってんねこれ、危な。あ、休憩しようぜ。そうや、休憩入ります。今日のおやつは、どら焼きでーす。やったー、おいしい、おいしい、つぶあんです。さあ、どういうラッコになるのか、かっこいい、なんかシャキンとした感じがね。でっ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 、へっ、4足歩行してる。大元気？わ、意外、かっこええけど、お、思ってた進化と違う。来た、やっと来た。お願いします。3食昼寝とおやつもあるよ。一緒にミックスフライ定食を食べよう、フリージョ君。お寿司食べよう、お寿司。お寿司ダメ、なるほどな。じゃ一緒にしらす丼食べよう、プチプチで美味しいよ。あかんかった、倫理観のある子や。じゃあ冷やし中華、季節やもんな、冷やし中華食べようぜ。僕大好き、あのなんか甘酸っぱいタレ大好きやん。僕一緒に食べよう、作ってあげるわ。冷やし中華でしたね、さすがね。カニカマ乗せます。はい、では本日の成果物、フリージオクマシュンでございました。フリージオは発展勝負だったんですが、昔の記憶とかタメおじの力とかいろんなものを総合してゲットでございます。嬉しいです。なんと7連勝です。次回も頑張りたい。というわけなんで皆様、ゴーストライフでございました。講師の皆様はフリージオの鎖に絡まって出荷でございます。今週の動画はここまでなのですが、ちょっと尺的に寂しいので先日ライフ先生が行った番外編のお絵描きに連載のこれからお送りいたします。楽しんでてや。まあ夏休みやし、本編ではありませんが特別回ということでお絵描きバトルを挑みたいと思います。よろしくお願いします。たとえ電気が流れるこのような場所でも挑まれれば答えます。それがエリートトレーナー。来た、見た目はどんな子ですか。かわいい、お尻向けてる、ステラー。ゴチム、ポケモンやトレーナーをじっと観察する、ゴチムにしか見えない何かを見つめているらしい。うわゴチムさん、あなたが見ているものはそんなに情報としては必要なくてですね、あなたのことを教えてほしい。これは困ったぞ。何が難しいで、ゴチムの名前よ。何、ムチム、ごちそうさま、ゴリゴリチャーム。でも可愛い感じにするべきなんかね。じゃあゴチムの基本ヒントこちらです。せーの、ほい、とてとて、あ、二足歩行だ。二足歩行で目があるポケモンだ。なるほど、何かを見つめているらしいっていう文章と、観察するという文章と、なんか目に特徴はある気がしてんのよ。こっちは見つめているという文章から、なんか若干ゴースト感は感じる。可愛い二足歩行のゴーストっぽいものを書けば、
いけるんじゃない。天地明察、ゴチムはチャーム、魅了の目を持ったゴーストタイプのポケモンです。わー、真ん中こう瞳孔をギュッとしておけば基本凝視感が出ますね。見るというポイントはでかいわけやん。ただ目をカッと開いてこっちを見てるって言ってもあまりこう凝視をしてる感というのは出ないわけですよね。ただ何が言えるか、目隠れです。ある程度髪の毛とかで目を隠します。髪の毛の間から目が覗いてると凝視をされてるような感じが出るんじゃないかしらと思いまして、でさらにゴースト感も出していくというのがね、難しいんですけど、ヒントがないなら壁を出せ。はい、色はね、白です。黒い関係のやっぱこれですね。あのやっぱホラーチックにしなきゃいけない。青とかやっぱ紫とか寒色使いたいよな。こんなんで出ないですね。とてもいいと思います。出てきます。そろそろ確かにゴーストが来てもいい頃だと思った。ちょっとでかいよな。ごめん、ちょっとこれ成長させすぎた。なんか中間進化っぽいから、ごめん、あの若干心の目で小さくして、こっちを見つめている。何を見つめてんだよね。こっちの仲間に入れてちゃんとゴチムに聞いてあげましょう。おいでゴチム。シックだこれ。コスロに入ってるこれ。ごめん、これ気づけへんかった。ゴシックチャームですかってことはこれ。ゴーチーム、ゴーチーム、謝ってない。そんなことない。僕のゴチームだっていけるって。ブラック見ろって。何、ブラック図鑑。はいはい。リボンのような触覚でサイコパワーを増幅させる。何かをじっと見つめている。怖いと。風邪ひいてんのかお前。これならあったって。ゲーミングサダコ、なんでやねん。ガブッといけ。ほらシビシラスも噛んだやつやぞ。これで軍艦乗して食ったぞ。さあ、コアルヒ。コアルヒ、敵に襲われると全身の羽毛から水しぶきを出す。水煙に紛れて逃げるのだ。え、羽毛鳥で、羽毛ということは水飛行か。4ヒントこちらです。せーの、ほい。モフモス、これはモフモフの5時かな。モフモフの水の鳥な。え、あ、わかった。なるほど、天地明察、コアルヒはアヒルのポケモンです。わー、羽毛、水辺の鳥で、コアルヒーを入れ替えるとアヒルいますね。で、多分これはね、アヒルの子ですね。ってなると、え、素直にアヒ、あ、違う違う、ライフ先生、お前頭の上に何置いてんのあんた。もう二度と間違えない。シンプルアヒルを描いてはいけません。ライフ先生、何かしらひねってある。鳩でやらかしたんや。お前はポケモンがシンプルなアヒルを持ってくるはずがないのよ。全身の羽毛から水しぶきを出すですよ。ここに多分アヒルではない何かが入ってる。普通のアヒルはね、体から水を飛ばすために体ブルブルって震えたり、体を膨らましたりするけど、その瞬間をモチーフにしてんじゃない。さあ、もう地面を壊せない。木の下に埋めてもらっても構わないよ。こうある日失敗したらゴチムで振っといて、ここで回収ですよ。丸っこい頭があって、こっからです皆様。モフモフ、水しぶきを飛ばすというこの要素。ちゃんと過去から学んでます。任しといて。僕だって成長すんねんて。アヒルって言ったらさ、やっぱ基本的にコールダックやし、真っ白からずらしたらあかん気がする。こういう時にこう薄い水色を入れてくる。水しぶきに同じカラーリングを入れれば、もう一回、もう、はい、勝ちですよ。え、もう終わっちゃった。これがプロですよ、みんな。見ました？これが10年以上絵でご飯を食べてきたやつの実力です。ライフ先生もやるときやるやろ。伊藤ライフが考えるコアルヒーでございまーす。わー。なんやろ、あのこうやって引いてみるとアヒル洗ってる、これ。洗濯してらっしゃるアヒルちゃんを。じゃあこれウォッシングしてんじゃないの。これは毛がモフモフなの。おいでコアルヒー。普通のアヒル。青いアヒル来ちゃった。いたって、普通の可愛いアヒルちゃん来ちゃった。毛がり毛がり、流せ流せ。だって普通の青いアヒルが来るとは思わへんやんか。何、見にくいアヒルの子モチーフ。え、白鳥なんじゃん。うわ、あー、子がついてる時子供じゃなくてアヒルの子って感じなんか。うわ、悔しい。なんかそこに行きつけへんかった自分、めっちゃ悔しい。はい、今外にいるんですけど、外に鳩もいます。それな、気ぃつけや。
空を飛ぶとかしてくれて。あー、コアルヒーだ。泡流して、泡じゃない、毛なんすわ。ウォッシュ地方、お前、名前覚えたから、しおり、お前。最長域2分。ああ、気をつけろよ。インターネット一寸先闇やぞ。こんな風に晒し上げられるぞ。こっちは個人 VTuber やからな。バックに誰もついてへんからな。え、赤スパの人？しおりさんいい人ですよね。そうっすよね。で、ウォッシュ地方、うまい。賢い。ライズ先生には出せないボケ。やるわ。さすが赤スパ送るだけある。ありがとうございます。しおりさん、本当に、今後もね、清廉潔白に VTuber 人生送っていきますので、今後も、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。今、ライフ先生は、何ですかね、ドリューズになってますので、はい。